はい、コーラマニアユッキーです。今回は、ペプシの J コーラというのが出ました。これ 600cc 入ってます。600ml 入りね。こちらはですね、ザブンと爽快 J コーラ、なんか J コーラっていうのが新しいの出たんです、ね、で、何がどう違うのかっていうのはちょっと忘れましたけど、なんかすごかったはずですね。こちらを飲んでいきたいと思います。原材料は、糖類、かっこ、果糖ブドウ糖液糖と砂糖と炭酸とカラメル色素と酸味料と香料とカフェインです。あとは特に、あった。米印、日本のコーラユーザーのために作られたコーラですって書いてある。ほほ。あんまり冷えてないからか。さっき買ってきたばっかりなんですけど。まあ、ペプシより個人的にはコカ・コーラ派なんですけど。まあ、飲んでみましょう。乾杯。あれ、なんか甘いぞ。あれ、ペプシー、あれ、なんか甘いぞ。あれ、ペプシー、あれ、今までのペプシーよか、明らかに甘くなってる気がする。え、ちょっと待って。J コーラ。なんか昔あったよね。なんかね。ジョルトコーラみたいな。あれのパクリ感。ジョルトコーラっていう炭酸強いコーラ昔ありましたけど。J コーラと。あ、うまいな。甘い。厚みのある飲み応えとさっぱりとした後味がもたらす爽快感たっぷりのコーラ。スパイスとシトラスフレーバーのバランスにこだわった日本独自の中身を設計。一口目から感じられるしっかりとした飲み応えとキレのいいさっぱりとした、後味を両立させ、日本のコーラ好きが好む抜群の爽快感が体感できる味わいに仕上げました。あれ、なんかうまいぞ。あ、なんかうまいぞ。ちなみにこれのコカ・コーラ、ゼロパターンもあります。ゼロと、あと、ミッドナイトっていう、なんかブドウカシスか。カシス味のやつもあるみたいですね。ほほー。あ、これうまい！これコーラよか、コカ・コーラよかうまい気がする。なんかね、優しい甘みがね、結構強い。優しい甘みが強いっていうか。日本のコーラ好きが求める味わいを実現すべく、日本独自のスパイスとシトラスフレーバーの配合バランスで中身を設計だって。あ、普通のペプシオがうめえわ。なんか、ドクターペッパーをちょこっと混ぜたような味するな。うん、俺普段基本的にドクターペッパー飲むんだけど。まあドクターペッパーがちょっと入ってるような、確かに風味はしなくもない。美味しいですね。割とすっきり飲める。それでいて結構甘みが強い感じがするね、うん。これうまい。
これは美味しいですね。今まで俺ペプシってあんまり好きじゃなかったんだけど。普通のペプシよか、甘みが強いのは多分間違いない。ペプシって割と甘みが弱めで、だったんです。コカ・コーラよりもね、甘みが弱めだったんですけど。うん。これ美味しい、四つ星。ご視聴ありがとうございました。